はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら引き続き、ホンダのね、ウェルカムブラザー青山に来てます。結構これ4種類だったかな、それぞれ置いてるんでざっと見ていきますね。で、これがリュクスね。リュクス高いわ、フィットにしては高いわ。これがベーシックね。これ中にね、ホーム、これがね、一番売れ筋かなで、これがクロスターね、5種類ですね。まずはね、このベーシックを見ていきましょう。安いモデルでもね、シャークフィンアンテナいいね。中開いたんで見させてもらいます。邪魔しますとあ、これハイブリッドではないのか、どうなのかいや、これ確かね、ガソリンタイプのはずなんですよね。ちょっとボンネット開くかな。お、エンジン開きました。ハイブイテック、あ、ベーシックはね、これは一番安いモデルということですね。やっぱね、内装的には、安っぽさは否めないか。これね、ドア周りなんかね、何にもないですよね。でもまあ、これナビが大きいのついてるんですけど、これもね、オプションですよね。ここが開くんだな、確か。さっさ、もうこれも標準装備なんですかね。 USB シガーソケットで、電子パーキングね、これついてるということはブレーキホールドシステムも標準でついてると。いや、これ本当いいよ。信号待ちの時にね、あのブレーキ踏まなくていいんで非常に便利です。このフィットのね、ベースモデルも、あの渋滞の時にね、追従してくれる、ホンダセンシングになってます。あのハンドルちょっとベーシック安っぽいわ。あ、そうか、アームが2つしかないんやな。ここにないんやな。前のフィットはありましたもんね。ちょっと樹脂感出てるな、やっぱな。これつくんかい、つかへんのかい。で、ここね、カバン置きね、広いね。あの肘置きがないんですよね。あのフィット3はね、一番安いモデルでもこのちょっと低めの、妙に低い肘掛けがありましたけどね、今回のはないですよね。いや、ちょっと肘掛けいるわ。こっからこうペコンってなるやついるわ。で、こちらがネス、フィットネスのネスやっぱね、このデコッパチ感がね、これ皆さんちょっと気になるところですよね。あの今度の無限とかね、結構いいグリムありましたね。ネスこれちょっと防水的な感じらしいですよ。汚れてもいいようなシート、拭き取りやすいシート。はよ、邪魔しますと。だいぶグレード感上がったさっきね、ベーシック乗ってたんでね、やっぱこれぐらいはいるわ。これぐらいの高級感はいるわ、なぜかやっぱベーシックな、車用車やな、ベーシックはな。これネスは、まあ乗用車って感じかな。なんやろね、このちょっと素材感が違うだけで全然なんか違うね。まあこのシートのこの色がね、どうでしょうね、賛否分かれるでしょうね、この色ね。そっそ、これね、今回からね、こんな結構あの緊急時の SOS ボタンとかね、ホンダにつながるなんかいいやつ、いいボタンがついてるんですよ。大きい駐車場とかにね、止めた時に私のフィットどこ行ったっていうのがね、わからない時とか、スマートフォンでね、あの場所がわかるというようなものがついておりますね。ちょっと後ろも乗ってみるか。あ、ちょっと扉、ちょっと軽いな。あれか、前の、あ、前は重いな。前は重い。むしろ軽い。まあ私のフィットも軽かったですけど。あ、そうそう。後ろはね、こんな、あの、ピアノブロックなんですよね。ほら、この前はね、布なんですよね。あ、これドアノブセンサー。ここでピッとするんか。あれ、ここちゃうかったかな。私のフィットスティーはこうしたらガチャって開くんですけどね。他
ここでタッチかな、ひょっとして今回の。まあサイドガーニッシュとかこんなんついてますわ。あ、ちゃんとアルミホイルよね。はい、お邪魔します。アームレスト欲しいな。後部座席は、後部座席、あれ後部座席も、あれこれ出てけえへんのか。あれ出てけえへんかったっけ。そうなんか。あ、ちょっとシートアレンジしてみよう。ほい。ね。ねって。まあこれ結構、フラットに近い状態なんですけど、ここが結構坂やな。そんなにフルフラットにはならんな。ここね、跳ね上げの。カチッと。これ便利ね。次ね、リュクスのエンブレムは、このなんか青いね、ラインが入ってるんですよね。へぇ、やっぱリュクスええわ。いや、なんか高級感があるわ。高いだけあるわ。そうね。ちゃんとフォグランプもね、いいね。あれ？ネスは、あ、フォグランプ、まあ一応ついてるのか。やっぱリュクスは下がかっこええな。ここが全然ちゃうわ。ここが全然違う。まあホイールもね。まあこのホイールはどうかな。すごいミラーね。こんなにシルバー感あったかな。やっぱこのリュクスが一番かっこいいわな。その完成度が高いわな。いろいろ高いわな。この辺も結構メタリックなんやね。そっか、外で見ると結構印象が違ってくるな。EHEV、 このリュクスとベーシックのこの差、うん、やっぱリュクス中すげえわ。これちょっとね、なんかハンバーグ感がありますよね、これ。ハンバーグ感、あの革張りで、いやすごいね、もう全然違うわ。ベーシックと全然ちゃうわ。お邪魔します。あー、やっぱね、あのステアリングはやっぱ革張りの方がいいと思いますね。ただこれね、なんて言うんでしょう、そんなにスポーティー感のある革張りというか、なんでしょうね、そんなつるっとした革ですね。ここは色を入れるんどうやったかな。なんか普通の黒で良かったような気もしますが。やっぱリュクスええわ。リュクスもあれ非常機なかったか。あれ、これオプションひょっとして、あれあったような気がするけど、非常機ないん残念やな。まあね、内装が革張りというだけでさほど差はないかな。っていうか、まあこのシートがね、このシートがやっぱいいですよね、リュクスね。ハンバーグ感が、ハンバーグ感否めないけど。で、ドア周りね、この辺も革張り、ここは樹脂。あ、そっか、後ろはアームレストが出るんだな、リュクスは。他のモデルはこれ出んかったよな。いいね、アコードベゼル。うん、ここがね光るんよね、ここが。デイライト光ると安全も確保できていいですよね。そっか、ホームはフォグランプがないんやな。オプションでつけれるんかい。この上のところがね、ちょっとプラスチック感がね、どうでしょうね、すりガラス風のプラスチック感がちょっと出ちゃってるな。ちょうどフィットの説明。そして今回の新しいフィットはグローバルで通用する新しい時代のコンパクトカーのスタンダードを目指し開発しました。いや、ホームいいよね、シンプルで。ほんのちょっとリアウィングがある。では、ホームね、あのシートがね、これだけなんか違うような気がする。違いますよね。なんかちょっとすごいカジュアルなデザインですよね。あ、邪魔しますっていうか、ここ革張りなんやな、ただの白じゃなかった。あ、やっぱホームやな。やっぱフィット買うんやったらホームかな。うん、このシートね、なんかこの辺、この太もものこの辺がね、結構いい感じに吸い付くんですよね。吸い付く。
で、これが、クロスターね。クロスターの内装、まあネスの色違いっていう感じかな。ちょっとね、若干ダークな印象ですね。うん、男っぽい感じがする。これはライトついてるわ。あ、キーがね入ってないんで。ドリンクホルダーとかは使いやすそうやな。やっぱこれも非常勤ないんかい。そっか、これフォグランプついてないやな。オプションかな。これがね、最初からクロスターはついてるんですよね。これこの上のやつ開くか。あ、開いた。まあ、レギュラーガソリンと、まあ、クロスターはね、この横のこの樹脂感、これがね、まあ、好き嫌い分かれるかな。実はさっきね、カタログもらってきました。そしたらね、この青山の、ウェルカムプラザでしかもらえないカタログね、これ見て、これこんなカタログもらえるんやで。こう向きか。ちょっと本みたいな。なんかね、さっきお姉さんここでしかもらえないって言ってました。わ、すごい。これね、この新色黄色。いや、しかし大盤振る舞いやな。すごいこれ。ちょっと記念に撮っとくわ、これは。はい、いかがでしたかね。フィットを5種類見てきました。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィット5種類見てみたようでした。じゃあね。